赤いのですよ。ちょっと赤いです。今パンダ。気持ち意識してます。でもそんな赤くないよ。もう3日目前だから。あ、そうなんだ。あんま化粧しちゃダメだ。皮が剥けた。ずっと多いな。でもそれで綺麗になってるでしょ。痩せてる。良い。良いじゃない。教室宿大事だ。なんかしてない。教室宿大事だ。あ、確かに。池を奪ってもらえも結構でかいんだよね。でかい。お化けみたいな。じゃあもう、開催ですか。何いつぶりだろうね、ボンズの唐揚げ食うの。マジでいつぶりだろう。いつぶり結構、私は食べてる。出勤してるから。いただきまーす。バジルソース。すげえつき方してるけど大丈夫。どこ？うん、取れた。取れた。うん、ま。バジルソースなの？何？うん。うわ、肉汁すご。バジルソース。マジ美味しい。はい。食べな。勇気かな。じわじわ。ポン酢であんまパスタ食べることないもんね。うん、なんか唐揚げとかさ、チャーシュー丼とかさ、そこら辺ディナーとかになっちゃうけど、いただきます。ツナとトマトっすよ。絶対うまいじゃないですかね、うん、めっちゃ迷ったそれ。てか麺違うんだねそこが嬉しいポイントだ。おお、チーズが中に。モッツァレラって書いてあったね。モッツァレラって書いてあった。ラッキー。あ、うまいわ。うん、あー、うまいわこれ。めっちゃツナいい。いいっすか、いいっすか。あざーす。玉ねぎ入ってる。うん。ベーコン1個もらっていい？うん、うん、うまい。うまいね。うん、最後もうまい。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、来た来た。いいのか？行き食べちゃって。いただきます。ちょ、ベーコン1個もらっていい？そう。全部食べる。控えましょうか。うわ、うまっ。おー。あ、ジェノベーゼって野菜だもんね。いい。うん、バジル。うん、これベーコン絶対必須だ。おー、マジで。うん、食べないで。うん、うまいわ。ベーコンで完成するジェノベーゼですどうぞティラミスの方。はい、いい人ちゃんですね。ありがとうございます。わお、わー、かけ方がおしゃれになってる。ハクハクになってる。はい、こちらイタリアのティラミスの酢ですね。あざます。じゃあティラミスの方ですね、甘紅茶がたっぷり入って一番下に入っているコーヒーなんですけれども、スカイツリーに入っているソルズコーヒーさんから3種の豆をブレンドした美味しいコーヒーをひたひたにつけております。こちらイタリアンプリンなんですけれども、イタリアのクラシックなプリンを作っておりまして少し固めなんですけれども、風味がとても芳醇なプリンとなっておりますので、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。営業営業だ。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。ありがとうございます。